はい、じゃあドラムの名称についてです。お、これはかなり遠かったですね。まあ、ドラムの名前を覚えましょうっていうんで、まあ、細かいのは除いてます。簡単なのからご説明します。あ、ごめんなさい、セッティングにちょっとあったんで、ここくっついちゃってますので、ちょっと話してあげるといいです。くっついてしまうと音が、重なった音がしてしまいますので、はい、じゃあ名称ですね。まずこれがスネアドラムって名前がついてます。で、この3つ合わせてタムタムっていう名前がついてるんですけども、タムタム叩いてだとどれかわからないので、もっとちょっと細かな名前がついてます。で、まずこちらハイタム、ロータム、フロアタムってなってます。フロアタム、床に足がくっついているちょっと特殊なタムになってますので、床のことをフロア、英語でフロアって言います。なので、フロアタム。で、こっちは音程ですね。高い、低い。で、ハイタム、ロータム。もしくは、まあ、ファーストタム、セカンドタムっていうふうに呼ぶ場合もあります。まあ、日本語で言うとタム1、タム2、簡単です。はい。まあ、ここ群馬だとハイタム、ロータムで言われることが多いと思います。で、続いて、ハイハット、シンバル。シンバルいきます。こっちですね。2枚重ねなのがハイハット、シンバルです。由来としては、初めはローハット、シンバルっていうのがあったんですね。低い位置にあった。それが高くなってハイハット、まあ、ハットは帽子に似てるっていうか着てるそうです。で、クラッシュシンバルで、クラッシュマル2枚います。こっちはクラッシュ、クラッシュ、はいですね。で、最後にこちらがライドシンバルです。まあ、よく間違いやすいのが右にあるんでライトって呼んでる人がいるんですけども、ライドになっております。はい、ライドシンバル、はい。で、最後こっちですね、バスドラムです。まあ、場所によってはベースドラムって呼んだりします。はい、バスドラム、ベースドラム。まあ、私はバスドラムって呼んでることが多いんですけども。じゃ全部まとめます。これだけです。スネアドラム、ハイタム、ロータム、フロアタム、ハイハットシンバル、クラッシュシンバル、クラッシュシンバル、ライドシンバル、バスドラム。以上となります。